もう寝ようぜ。今回の金城は正真正銘社会鴨志田にまだらめだって。そうだ、自分の欲望のままに他人を傷つけ搾取する。でもさ、そいつらの悪事に気づいてるやつも周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。勇気がないってことか。人間って弱いな。人間か。なあ、我が輩って本当に人間になれるのかな。お宝触った時思い出したんだよ。無理して忘れようとしたけど、我が輩本当は人間じゃ。生あったかいこと言ってくれるぜ。考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団のセンターだし。よし、夜更かしはお肌に悪いぜ。寝るぞ。主よりお話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。見事だ。公正に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。もう忘れたのか。悔いようのないバカめ。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。公正をなすならばいずれ相まみえることになるかもしれない。楽しみが増えたな。お前にはより力を磨いてもらわねば困る。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。囚人、戻りなさい。あ、私寝てた？あ、よかった。一応報告しとくわ。金城から連絡来た。金城？チャラにするって。写真も全部処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか、金城が言ってた精神暴走って分からん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つしかないね。ありがとう。はよーす。なあ、
な。そのせいだ。私も乗るよ。よく聞け。いいぜ。よく聞け。いいだ。よく聞け。そうだな。よく聞け。おいおい。あと、いいよ。行こう。よし。よし、行こうぜ。行ける場所が広がったみたい。まだらめのパルスを消滅させたからなんだよね。多分そうだぜ。多分。随分と曖昧だな。どのくらいの広さなんだ、このメメントスっていうのは。それはとてつもなく広い。モルガナ、肝心なとこふわっとしてんだよな。作戦参謀とかには頼りねえっつうか、もうちょい頑張ってほしくね。言ってくれるじゃねえか、二人して。まあまあ。よくわからないが、パレスとメメントスは関係しているんだろう。だったら広さを明らかにするためにも、悪人を改心させていけばいいってことだよな。いちいち揉める必要はないと思うが。忘れ物ないわね。さあ始めましょうか。さてと。これで戦術の幅が広がったな。
統服か。動きやすいし、普段着にもしたいな。情報収集にテレビ見てるけど、チャンネルの数ってすごいよね。ノンフィクションとかやってるとつい見入っちゃうんだよな。よし、ホームだ。どうさ、もう進むか。おいおい、いいね。見にくい。やってやろうか。
ぽくない。そうですね。償わせてくれ。宝箱があるぞ。これでまた金が入るぞ。そうだな。あのよ。あ？
車体に何か書いてみるか。おいふざけんな、そんなことしたら乗せねえからな。やれやれ。消耗するな。むやみに使いすぎてぶっ倒れるなよ。よし、ホームに到着だ。次のエリアへ行けるぞ。
私が全てなの。ここはシャドウが多いみたいだな。囲まれたりするんじゃないぞ。してるから。線路がタイヤに食い込んだ。パンクしてそのまま転倒。よし、レベルアップ。自販機で起きるが水道水が十分ないのに決まった。
さあ、美しい仕事を見せてやろうじゃないか。あ、お兄さん、お疲れ。あ、車だっていうのにここのシャドウタフすぎるでしょ。平然と追ってくるしな。ちょっとしたホラーだぜ。我が輩の魅力がまた増えたな。相手になってやるよ。来い、幾万の神言を信じて。
ちょいとキュッ。照らせない闇はない。くらいのシャドウとかいたりすんのかな。例えば
よし。ん？します。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。聞いてくれ。
帰ったか。なるほど。この記事をパレスの主が見て、怪盗団への認知が変わったとしたら、おい、これを放っておく手はないぞ。こんな記者に会って、もっと怪盗団の記事を書くよう交渉してみようぜ。